ちなみにこれもう売り切れ続出。これすごいんですよ。この商品はここでしか買えない。ドン。はい。はい。ということで、今回はですね、ホールフーズ、はい、カカコ店に来てるんですけど、はい、何しますか。店員さんに聞く、はい、美容グッズ、はい、丹田、丹田っていうのをね、はい、紹介していただきます。言いましょうか。それでは、行きましょうか。行きましょうか。どこまで言うなら行きましょう。行きましょう。行きましょう。さんがおすすめする美容グッズ一つ目ですね。こちら、こちらですよ。なんですのそれ。これはホワイトニング。ちょっと見せてください。これ出ますか。これルミネックス。金額は、金額は、45ドル49セントなんですけど、はい、これはあのオーガニックのねホワイトニングなんですよ。こう貼るやつで、ホワイトニングって、ね、結構あの痛くなるやつあるよ。はいはいはい、歯茎が痛くなったり。これはそれじゃなくてオーガニックなんでそういうのもなりませんよっていうやつ。なるほど、はい、そういうだから化学製品的なものが入ってないってこと。入ってない。でちなみにこれもう売り切れ続出。この前来た時なかったんな。この前なかったけど今回めっちゃストックされてる。ああ、うん、ネットでもねあんま買えないんですよこれ。こちらおすすめですね。で後ろの方に書いてあったんですけど、まあ、コーヒーとかワインとかの黄ばみに効果あるらしいです。で大体1週間で効果が出るみたいです。なるほど、はい。あとまあなんか使い方としては一番いいのがこれと歯磨き粉を一緒に使ったらいいよっていうやつなんですけど。なるほど。その歯磨き粉がこちら、こちらですね。12ドル。ほう、まあ、こちらだけ使っててもなんか2週間で効果あるみたいです。なるほどね、はい、それもちなみにオーガニック。こちらもオーガニック。あ、なるほど、はい、すごいおすすめ。これ今友達とかに一番推してるやつ。じゃあこちらセットでよかったら、はい、こちらとこちらね、はいはい、お土産にもいいですよね。お土産にもめっちゃちょうどいいです。店員さんがおすすめする美容グッズ2つ目ですね、はいはい、こちらです。じゃじゃんと、こんないっぱいあるとこんなちっちゃいのぴょこんと。あ、なんですのそれ。こちらです。グルタチオン。はい、こちらグルタチオンって言うんですけどね、これすごいんですよ。知ってます？何それ。知らないでしょこれすごいんですよ。これはいろんな、まあ、何個もあるんだけど、あの効果が、はいはいはい、主に二日酔いとか肝臓系、はい、あと美容、体内ってね酸化してくるんですよね。ほうほうほう。いわゆるサビ、はいはいはい、サビでそのサビを防ぐ鍵となるんですよこちらは。わかります。アンチエイジングってやつか。アンチエイジング。なるほどね。そういうことです。だから2日飲みすぎたな、多分飲む前でもいいんやな。ほうほうほう。で飲んだら2日酔いマシになるし、体が老けへんし、ほうで肌もツヤツヤになると。もういい、そういうことです。いいことしかないじゃないですか。はい、ちなみにそれ何粒入ってるんですかね。これはね250粒。あ、違いますね。30粒。で値段はおいくら。値段がこれです。24ドル。24ドル。こちらですね。しかもそれラス1ですか。そう、ないんや。おー、人気やから。すごいよ。すごいね。これを今日見つけちゃうっていう、はい、神回よ、ぜひ。続きまして3つ目の店員さんが選んだおすすめの美容グッズはこちらです。こちら何ですの。こちらですね、アルガンオイルっていうねやつなんですけど、これ何かと言いますと、まあ、これ多分知ってる方多いんじゃないですかね。アルガンオイル、あのこれさっきも言ってたように、はい、あの年を取っていくとね、はい、なんかあの
なんかなるらしいですわ。なんかなる。ほんでこれは抗酸化作用っていうのはこれにも入ってるみたいです、はい、なのでアンチエイジングにいい。それはどういう風に使うんですか。使い道はですね、まあ、これ後ろに書いてるんですけど、あの肌にも塗って OK、 あとはあの髪の毛にも塗って OK っていうことなんでね、はい、まあ、例えばハワイにいてる間にあの日焼けしたりとか、そういった時に肌に塗ってもいいし、はい、あとはあの髪の毛のギシギシとかね、そういうのも和らげてくれる効果があるみたいです。でこれよう見てもらうとね、はい、はい、これ365って書いてるんですよ。これ見えますかね。はい、見えますよ。はい、この365、これ見てもらうとね、他にもいろいろあるんですけど、いろいろ種類あります、ね、はい、この365って書いてあるのはホールフーズのオリジナルブランドなんですよ、はい、なのでこの商品はここでしか買えないというやつになってます。はい、はい、でちなみに、うん、30ml 入ってまして、はい、金額は12ドルとなってますので、はい、よかったら、はい、買ってみてください。はい、チェックしてみてください。はい、はい、はい、ということで、はい、ということでね、店員さんがおすすめする美容グッズ3選、はい、ご紹介しましたと。3ですね、はい、あ、もしね、はい、ハワイ行った時のお土産の参考になればいいかなと思います、はい、思います、はい、それでは、はい、これからもプラザードグッドボタンと、はい、チャンネル登録よいしょ、コメントお願いします。よいしょ。あとですね、まあ、もうみんな分かってると思うんだけど、まあ、ホールフーズで、はい、まあ、人気お土産といえば、はい、まあ、もうこちらですね、こちらですね、トートバッグ。あ、トートバッグね、言わずと知れた。はいはいはい、でなんかね、多分その結構種類も増えてると思うんですよ。はいはいはい、こっちもあるし、こういうなんかちっちゃいバッグもあるし、あ、こういうサイズもあるんやね。そうそう、でも使えるよっていう。そう、へえ、それでいくら。これで29ドル。29ドルですね。29ドル。あ、30ドル。はあ、はあ、はあ、でもこのサイズも可愛いな。他にもなんかエプロンとかありますよ、ね、はい、こちらもおまけですわ。おまけです、ね、はい、みんな知ってると思うんですけど、エプロン、これこれ、ええで、エプロン、エプロン、これ好きやで、絶対これ好きやで、虹のエプロン、これ見てる人、そうやね、これ絶対好きになるで、これ好きになるで、これこのエプロン見たら、はい、はい、はい、いきますか、はい。